皆さん、こんにちは。街歩き沖縄です。先日、地図を見ていると、面白そうな名前のお店を2軒発見しちゃいました。一つ目が、ここです。旧、勝連町、変な材、変なスープ。スープ屋のようですが、とてもいい名前でしょう。私は以前ここからも近い場所に住んでいたので、変なという地名に違和感はありませんが、その変ながお店の名前と合体すると、途端にキャッチな名前に変身して、とても面白いです。これは行くしかない。近いうちに撮影に行ってみようと計画しました。ところがです、先日、何気に YouTube を見ていると、沖縄系の YouTuber、沖とこ、ひとり飯さんが、変なスープを取り上げて、動画をアップしているではありませんか。あっちゃー、先を越されました。あまりに悔しいので、普段、人の動画にはコメントをしない私が、ついつい、沖とこさんに、悔し紛れのコメントを書いたほどです。でも、大丈夫です。もう一つ、面白そうな食堂を発見しています。それが、こちらです。場所は、うるま市で。焼けな港のすぐ近くですから、とてもわかりやすい場所にあります。食堂の名前は、普通の宮食堂です。いいキャッチな名前です。普通の宮食堂なのか、普通の宮食堂なのか、全部ひらがなで、句読点をどこに入れるかで、いろいろな名前になるお店。いいですね。私、こうした名前、大好物です。これは、実際に行ってみて、確かめなければと、早速出かけてみました。海中道路の入り口の交差点を過ぎると、焼けな港までは1分ほどで到着します。目的の食堂は焼けな港に続く旧道沿いにあります。焼けな港の前にある小さな島、矢吹島が見えてきました。普通の宮食堂に到着しました。ここで問題が発生します。これでお店の前には食堂の名前があって、お食事処普通になっています。これはどういうことですか？普通の宮食堂ではなくて普通食堂という名前だったようです。ところが、中に入ると、ここには、宮食堂とあります。どういうこと？悩んじゃうん。これは、どういうことだ？結局、本当の名前は、普通食堂か、宮食堂か、普通の宮食堂か、
ますますわからなくなりました。しかしこの食堂は面白い食堂ということには間違いがなさそうです。この後食堂のメニューを見るんですが、それが全般的にお安いんです。いやー、ここまで来てよかった。この普通の宮食堂、久々に発見できた、かなりお気に入りの食堂になりました。メニューは800円のメニューと700円のメニューの2パターンです。こちらは800円のメニューです。私はこのメニューを見て思い切った値段設定に大変驚きました。今日はチキンカレーにします。後輩はフライセットにしました。こちらは700円のメニューです。全般的にお安いんですが、すき焼き700円とか牛肉ピーマンが700円、これ安くて魅力的です。この値段設定は最近は見ない格安だと思います。私のチキンカレーがやってきました。もりもりの大迫力カレーです。これはどこから食べればいいんですか。どこから食べても何かが崩れて落ちてきそうです。安いさ。あ、僕これ注文したね。僕これね、チキンカレー。チキンカレー。カツが乗ってるのにカツが入ってない。カツが入ってない。多分これがチキンじゃないですか。あ、そういうこと。あ、じゃあだから違うさ。チキンカツカレー。
魚かな。あ、これ何これ、ね、今チキンカツカレーさん、カツを食べる。ごちそうさまでした。こちらもごちそうさまですね。さて、今日の沖縄食堂、普通の宮食堂はいかがだったでしょうか。私的には田舎にある沖縄食堂の中で今年で一番のお気に入りになりました。引かれたんじゃない。今年はまだ始まったばかりだよと言われそうですが、それでも2024年度田舎にある沖縄食堂で一番だとお勧めできます。焼けな港のすぐそばで、ロケーションいいです。店の名前でつかみは OK です。値段もお安く良い感じです。ただ唯一注意点がありました。それは料理ができるのがとても遅いということです。
しかしこれは問題ではありません。せっかく田舎の食堂に来たのだからゆっくりと構えてください。ただ時間がかかるのでその点焦らないでください。のんびりとお待ちください。今日は Google の地図から偶然発見した食堂がとても素敵ないい食堂だったので大満足しています。本日も最後までご視聴ありがとうございました。これからなんでしょうけど。あ、直しだった？はい。